エリザベス女王の死去から8日で2年となるイギリスでは、女王の記念碑を建設する計画が発表されました。バッキンガム宮殿すぐ近くの公園です。ここにエリザベス女王の功績を称える記念碑が建設される予定です。エリザベス女王の記念碑などを企画する委員会は7日。 女王エリザベス2世の記念碑の建設場所をロンドンのセント・ジェームズ・パークに決定したと明らかにしました。エリザベス女王はイギリス史上最長の在位70年を誇り、イギリスの母として親しまれていました。記念碑のデザインは女王の生誕100年にあたる2026年に公表される予定です。